こんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。はい、今日の質問は、人嫌い、犬嫌いって社会化の不足でなりますか？はい、もちろん社会化不足が原因でなることもあるんだけども、それだけではないなと思っていて、まずね、私の言う社会化って何を指してるかっていうところからお話ししていきますね。まず私の思う一番の社会化っていうのは経験ですね。経験っていうのもいきなりやらせることが経験じゃなくって、見るとか感じるとか、そういったところから入っていただけたらいいかなと思っていて、例えばね、人がたくさんいるところでちっちゃい時から人と触れ合うことができた、それはそれでいいと思うんですけども、そこまでが難しいにしても、いろんなところに行っていろんな人に会ったりとか、いろんな人からおやつもらったりとか、別にベタベタ触るとか遊んでもらうとかっていうコミュニケーションじゃなくても、人との触れ合うことを増やしていく、もしくはワンちゃんもまだワクチン接種終わってないから全くね外に出しませんじゃなくって、抱っこして出してあげて外の空気風を感じさせてあげるとか、もしくはワンちゃんが遊んでるところを見せてあげたりとか、あれが犬なんだよみたいなのをドッグランの中に入らなくても外からチラッと見せてあげるとかね、そんなこともね、ワンちゃん同士の場合はね、社会化につながっていくんじゃないかなとは思うんですけども、じゃあちゃんといろんなことを経験することができたら、犬嫌い人嫌いにはならないんじゃないかっていう話になってきますよね。よくなれないと社会化の不足が原因じゃないかみたいな、そういったこともね言われるんですけども、もちろんそれが原因になることっていうのはあると思います。ただそれが全てではない。一番大きなところってのは、その子その子の性格っていう部分が一番大きいんじゃないかなって思っております。なんでかっていうと、ワンちゃんたちの中にも性格があります。もちろんね、ワンちゃんが好きで遊んで遊んでって初めて会った時からそういうね仕草を見せる子もいれば、やっぱり最初からちょっとおっかなびっくりでっていう子たちもいるんじゃないかなって思っております。それはある程度ね、経験もしくはトレーニングで改善できると思います。ただある程度改善していく中で、やりたくないのに無理にやらせたりすることによって苦手意識が芽生えてしまったりとか、あとは人もワンちゃんも相性ってありますよね。なのでその相性がね違ったりすると、良かれと思ってしてることがワンちゃんにとっては実は嫌だった、そんなこともねあるんじゃないかなって思っております。一番いいっていうのは、成長に応じて経験も変えてきた方がいいかなと思うので、ちっちゃい時はある程度ね平気なんですけども、大きくなってくると自分の性格が似てる子同士の方がいいんじゃないかなと思っていて、元気いっぱいなら元気いっぱいで、元気いっぱいな子たちと遊んでいくっていうのがいい社会化になっていくだろうし、逆におとなしい子同士の時にはみんなでその中で一緒にいるだけ、調和を楽しむみたいなね、そんなものもコミュニケーションになってくるんじゃないかなと思っております。なので一口にコミュニケーションって言っても、その子たちにとって同じ経験でも合う合わないっていうことがあるんじゃないかなと思うので、ただ経験取らせればいいですよじゃなくって、その子にとって好ましい、もしくは私たちが見せたい、もしくはその子に感じてほしいことを経験させるっていうことが非常に大事になりますので、もしね想像しにくいなっていう方は、一度プロの方に見てもらって相談して、うちの子にはどんなことが合いますかって言ってみてもらうと、こんな風にしてみてはいかがですかっていう風にねアドバイスいただけるんじゃないかなと思いますので、あとはその中でね、つどつど成長過程でも変わってきますし、微調整は必要になってくるんじゃないかなと思うんですけども、大まかなところで言うと、育つ環境の中でやっぱりおとなしい子が育て方で活発になるっていうことは少ないんじゃないかなと思っていて、そこは性格ありきで、その子の中でももちろんできることできないこと、望むこと望まないことあるんじゃないかなと思いますので、そこはね飼い主さんが見てあげて、必要な経験を取らせてあげれば、遊べるようになることが全ていい経験でもないし、遊べないから経験してこなかったわけでもないと思うんですよね。その子たちが成長過程で変わって選んでいくことなんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもねそれに合わせてねワンちゃんとの対応を変えていただけたらいいんじゃないかなって思っております。はい、というわけでね、何がベストなのっていうと、ベストは個々によって違うということですね。なので私もワンちゃんも幸せで、お互いにこんな形でいいんじゃないかなっていう形で生活が成り立っていれば、私はそれでいいんじゃないかなって思っております。ワンちゃんと遊べることが正しいとか、触らせてくれることがいいことじゃなくって、もちろんねむやみやたらに吠えかかったりとかするのは良くないよねっていうのはあるんだけども、別に誰しも全てがフレンドリーになるわけではないので、そこはねワンちゃんの様子を見ながら私たちも理解してやってあげられたらいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもねワンちゃんのことよく理解してあげて、それからねいろんなことさせたりさせなかったり選んでみてはいかがでしょうか。